どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、羽田空港国際線ターミナルに来ております。来ているというよりも乗り継ぎでね、来ているということで、今ねデリーから東京で、東京に着いたところで、次ねこの東京からニューヨークに参ります。で今回ねプレミアムエコノミーで東京からねニューヨークへ行くということで、皆さんにねこの JAL のプレミアムエコノミークラスね、どんな感じかお見せできるかなと思います。ということでひとまずね、今デリーから東京のフライトで来たばっかりですので、ひとまずラウンジでねゆっくりしつつ、仕事しつつ搭乗を迎えたいなと思います。フライトまでね約4時間ぐらいありますんで、結構ゆっくりできるかなっていう感じですね。ということで行きたいと思います。はい、ということでラウンジ入ってまいりました。今回プレートということでラウンジ使えると、初めて入りましたサグララウンジ、ワクワクしますねでね、このラウンジにはね鍵付きのロッカーがあるんですね。めちゃくちゃいいですね。もう一人旅行者にはね本当にもってこいなラウンジですね。あのロッカーがあって自分で番号を決めてね荷物を預けれるという、めちゃくちゃいいですね。はい、これね昔 JFK とかにもあったんですけど、今もうそこもクローズこの前になってたんで残念ですけど、これ本当にあるとね、私みたいに一人だと荷物見ててトイレ行ってくるからって言える人がいないんで非常にありがたいんですよね。もう見てねちょっと感動しました。あやたか。今ね7時5分でフライトがね11時で搭乗が10時半とかなので、3時間半ぐらいもありますんで、ちょっとゆっくりしつつ仕事しつつで行きたいと思います。一晩ねシャワーを浴びたいので、シャワーのね順番待ちしてきましたんで、とりあえずね5、6人になってるって言ってたんで、2、30分かかるかなと思うんですけども、ひとまず浴びてからちょっと食事しつつ行きたいと思います。多分ねすぐ搭乗してすぐ多分食事11時発なんでね、お昼が出ると思うんで、あんまり食べ過ぎるとねまた食べれなくなってしまいますので、ぼちぼちとでねいただきたいと思います。いやいいっすね。いやめちゃくちゃ広いな。また同じブース。へえ、広。飲むのはこちらです。はい、各種アルコール全部揃ってますね。もちろんシャンパン、スパークリングワインですかね、あります。生ビールもありますと。札幌生ビールとモルツですね。あとトマトジュースとかコーヒーとかもあります。いやー広いね。メニューはねこれから注文する、これで選んでね、店員さんにこれくださいみたいな感じでお願いします。牛丼、ビーフカレー、オリジナルビーフカレー等々いろいろありますね。和御膳とかもあります。それではちょっとね奥の方に来ました。こちらもねドリンクバーがあって、でドリンク飲むとかね3つぐらいありますね。非常に広いんですねこのラウンジですんで、ゆっくりされたい方はね奥の方に行かれるといいかなと思います。はい、こちらでちょっと2杯目の炭酸水をいただいてます。ではこちらでゆっくりねしつつシャワーをね待っていきたいと思います。ということでシャワーね呼ばれました。結構待ちましたね。45分ぐらい待ちましたがね。で1階下のこちらで利用できるそうなんですけども、あこっちかな。はい、あシャワーね。どうもー。お待たせしま
はい、ありがとうございます。ご搭乗券をお持ちですか。はい、ということでシャワーブース入ってまいりました。こちらね、HR の桜ランチのシャワーブースです。はい、こんな感じになってます。ドライヤーと歯ブラシ、あ、ヒゲ剃りありがたいですね。で、ヘアブラシ、ヘアキャップと紙コップ、あとティッシュとお手洗いで、ちゃんとウォシュレットもついていて、こちらシャワーブースですね。はい、こちらはシャンプー、コンディショナーで利用することができます。可動式のシャワーが1個だけですね。はい、ということで利用させていただきましょう。いや、いいですね。ということで、ビーフカレーいただいてまいりました。あとこちらですね、ちょっとお味噌汁だけ別に注文させていただきました。ちょっと飲んでおきたいなと思いまして。では、いただきます。機内食出るからあんまり食べないでおこうって思ったんですけど、ビーフカレーね、ちゃんと食べておきたいなと思って、次いつ利用できるか分かんないとか思ってたら、普通の大サイズを注文してましたね。大サイズ、普通サイズ。ではいただきます。これですよね、これ。お肉ゴロゴロの、うまいっすね。いや、シャワーがね、ちょっと何時に呼ばれるか分かんなくて、まっけ45分ぐらい待ってたんですけど、先に食べてもよかったですね。非常に美味しい。あとお味噌汁ね、いただきました。わかめと油揚げ、いいっすね。ということで、これを食べたらね、ちょっと ANA ラウンジね、入れるか行ってみようと思います。多分入れないんじゃないかなと思うんですけど、前回8時台でね、10人ぐらい並んでましたんで、まあ、どんな感じで入れるか入れないか見ていきたいなと思います。で、入れなかったらね、ティアットラウンジね、最後行って搭乗を迎えたいなと思います。搭乗時刻はね、今8時50分なんですけど、10時半搭乗開始ということなんで、まだね、時間ありますんで、ね、ちょっと待っていきたいと思います。ということで、桜ラウンジ出てまいりました。どうでしょうか、 ANA ラウンジはフライティーパスで入れるでしょうか。ただいま朝の9時でございます。私の予想、多分入れないと思いますね。ひとまず行ってみて、どんな感じか見ていきたいと思います。いやー、厳しいだろうな。はい、前回ね、 JAL のファーストクラスで来た時は10時の段階でダメでしたね。混雑で入れない、30分以上後でしたら案内できるみたいな、そんな案内でしたね。まあ、ひとまずちょっと見ていきたいなと思います。本当にいつまで続くんですかね。コロナがちょっと流行ってる間の資金運用みたいなね、はい、そんな話でしたけども、もうそろそろなくなってもいいぐらいだと思うんですけど、どうなんですかね。では到着しました。突撃していきたいと思います。ということで行ってきましたけども、はい、やはりね、あの満席というか、まあ、いっぱいということで、断られました。ということで、 ANA ラウンジを目当てでプライオリティパスを発行するのはね、やめましょう。いや、もう前回10時台でダメで、今回9時台でもダメなんで、はい、かなり時間帯限られますね。はい、ということなんで、基本的にはね、 ANA ラウンジをね、おすすめっていうよりかはティアットラウンジ使った方がね、いいと思いますんで、ぜひそちら側を利用していただければなと思います。 MI カードゴールドか MI カードゴールドプラスですね。はい、おすすめとなります。ということで、ラウンジ入ってまいりました。あとね、1時間半ぐらいありますんで、ちょっとここで仕事しつつ、お茶飲みながらね、搭乗待ちたいと思います。本当にティアットラウンジは本当にいいですね。はい、今ね、朝の9時ですけども、誰もいらっしゃいません。もちろんシャワーブースもありますんでね、はい、待ち時間ゼロで利用できると思います。ということで、しばらくゆっくりして搭乗を迎えたいと思います。ということで、時刻はね、10時13分になりましたので、そろそろね、ゲートの方を迎えたいと思います。いや、ティアットラウンジ本当にいいですね。はい、結局私が1時間ぐらいね、いましたけども、誰も来なかったですね。ということで、ゲートを迎えましょう。
ちょっとね落ち着いたっぽいですね。この通りもねあんまり人が多くないですね。さっきの方はかなり人が多かった印象ですけど、まあ午前中の早便がね出発した感じですかね。はい、ということで112番ゲート到着いたしました。はい、ということで今回プレミアムエコノミーに乗って大好きなニューヨークに行ってきます。ということでもうしばらくこの辺で待ちたいと思います。本日乗るのはこちらですね、ニューヨーク JL6 便ニューヨーク行きですね。11時発です。ブリティッシュエアウェイズとラタム航空とコード社組んでるみたいですね。今のところ遅れはないみたいなんです。ここら辺で待ちたいと思います。10分ぐらいで搭乗開始になりますかね。まあ、今回私はプレミアムエコノミーなんで、まあ、最後の方に、ね、搭乗となると思います。本日乗り引き隊はあれですね、トリプルセブンですね。はい、いやいいですね、楽しみです。 JAL のトリプルセブンはファーストクラス以来ですね。はい、今回プレミアムエコノミーということでどんなフライトになるでしょうか。約12時間ぐらいのフライトになると思います。ということで無事ね登場いたしました。今回は前回としてのトリプルセブンダッシュ300です。ということで今回ね 17A という座席でプレミアムエコノミースカイプレミアムっていうねこちらの座席になります。で今回ね非常口座席ということで窓はねここにしと、まあ、ちょっとそっち側、まあ、座席からね見ることができないんですけども、まあ、こういった感じの、ね、座席となっております、まあ、その代わりね見ていただければ、ね、分かる通り足の先はねこんな感じで、ドアになってますんで出入り等々も、ね、しやすいプレミアムエコノミーの座席となっております。でシートピッチはねこんな感じになってました。結構広いですね、ここね。うん、でここに、ね、仕切りみたいなのありますので若干のプライベートはね保てるという感じになっております。いやいいですね。うん、ちょっとねこのプレミアムエコノミー座席狭いかななんてちょっと不安になったんですけど12時間のフライトなんでね、はい、全然余裕でいけそうですね。はい、まあ外から見るとこんな感じになっておりまして、リクライニング等々のボタンはここにありまして、でこちらにリモコンですね、あと下に AC ですね。 AC だけですかね。はい、 USB ポートはなさそうですね。はい、こんな感じになっております。いや非常にいいですね。12時間のフライトですけども非常に楽しめそうな気がしてきました。やはり足元が広いっていうのは本当にいいですね。でこちらのねシートポケットには、チケット袋と安全のしおり、あとスカイプレミアムの説明とスカイワードですね。今 JAL はこの機内冊子どこも入れてるっぽいですね。はい、先ほどデリー路線でもねちゃんと入ってましたね。はい、あと Wi-Fi サービスと HR ショップということで、あとねビニール袋入ってますね。これは何用なんだろう、靴用かな、ちょっとこれは分からないですね。スリッパはねあるんですけども、多分それ用かもしれないですね。ということで、窓を見るとねこんな感じでちょっとね後ろに傾くような座席になっておりますけども、まあ、少しはね楽しめると。今回 17A という座席となっております。はい、ということで今ねまだ続々と登場しておりますので、もうしばらくね、待ちたいと思います。
はい、ということで機内ショー始まりました。今回ねチキンオーバーライスにいたしまして、でこれがチキンオーバーライスですね。であとはサラダ、みかんとにんじんのお野菜、あとこちらパスタですかね、プルプル。これは何だろう、これはプリン的なゼリー的なんですね。あとねお味噌汁がいただけるんですね、これはいい。でお好みプラスにはですね、このシャンパンっていうのはねないらしいんですけども、プレミアムエコノミーはサービスしてるみたいですね。これはね知りませんでした。でこんな感じでですねメニューがありまして、ここにねあのプレミアムエコノミーって書いてあるものはプレミアムエコノミーだけねサービスしてるみたいな、まあ、そういった感じになってますね。まさかこのクラスでシャンパン飲めると思ってなかったんで、ちょっとね注文してしまいました。ということでいただきましょう。ということでいただきましょう。ちょっとね机がかなり狭くてちょっと見づらい映像になってると思うんですけど、ご了承ください。テーブルの上に斜めに置いているだけっていう、まあ、ということでいただきましょう。そしていいです。それでは次ですね、このアメニティ見ていきたいと思います。
何入ってるのかな。先ほどビジネスに乗ったので多分内容的には同じものだと思うんですけども、ちょっと開けていきましょう。はい、ということで開けました。中身はですね、こちらがマスクですね、ありがたい。で、歯ブラシとアイマスク、それで以上ですね。はい、ちょっともう履き替えてしまいましたけども、スリッパが、ね、ありますので、まあ、スリッパね、靴脱いでスリッパでね、くつろぐことができます。いや、これはね、ありがたいですね。特にね、私あのマスクをね、今回たくさんの乗り継ぎで、あの必要にもかかわらずね、持ってく、あの手荷物用にね、入れ忘れてしまって、マスクね、はい、かなりありがたいです。これなかったらね、買うかっていうところだったんですけども、今もね、あの JAL のこのマスクさせていただいてるんですけども、ありがたい限りでこれでなんとかしのげたっていった形になります。まだね、1時間以上ねフライト残ってると思いますので、でしばらくね仕事して、過ごしてちょっとね眠くなったらね、仮眠程度ね取ってニューヨークね向かいたいと思います。ではお仕事頑張ります。ということで、しばらくね編集作業頑張ります。それではお手洗いに来ました。お手洗いね、そこまで広くないんですけども、ちゃんと拡大鏡がついていたりとかですね、ちゃんとね歯ブラシ置いてあるんですね。ありがたいですね。プレミアムエコノミーなんか ね、こちらのサービスされてるっぽいですね。エコノミーにもあるのかな、ちょっとわかんないですね。で、あと消毒スプレーと紙コップ、それ以外は特になさそうですね。でもちゃんとね、あのおむつ替えのシートとかもねついておりまして、この室内がね黒で統一されてるんで、非常にスタイリッシュでかっこいいねお手洗いとなっております。おはようございます。ニューヨークまで2時間のところで、機内がね明るくなってきました。今ね朝食を配られております。エアポートニューヨーク到着ということで、7時間半で、今回12時間というね、この3本のフライトどうにか、ね、無事にね、終われそうです。体の方はですね、はい、お尻と背中がねだいぶ来ておりますね。まあ、やはり、フルフラットで寝れておりませんので、まあ、前回のフライトはねまあまあフルフラットだったんですけど、やっぱりこの体勢ずっと基本寝るんで、あの寝心地とかねそんな悪くないんですけど、起きた後にね若干痛みがね出てきておりますね。はい、ということで、まあこれ4本連続もできてるの多分やばいでしょうね。はい、だからニューヨークでタッチ飛ばしちゃうとやばいですね。はい、ということで、まあ、ニューヨークに、ね、しばらく滞在しますので、まあ、多分そこでね体力回復できるかなというふうに思っております。ということで、朝食に終わられるのもしばらく待ちましょう。プレミアムエコノミーのね一番前の座席、本当にめちゃくちゃ快適ですね。足伸ばせるんですね、めっちゃいいですし、まあ、こう222の座席で、私 17A という座席ですけども、お隣さんいらっしゃいますけども、気にしないでねお手洗いにアクセスできますので、お手洗いをね気にせずアクセスできるのは本当にいいですね。まあ、若干ね窓は見づらい部分ありますけども、本当にそれぐらいですね。ということで、もうしばらく待ちたいと思います。で、それではね朝食です。これは何なの、コーヒーゼリーですかね、ちょっとわかんない。これは温野菜です。温野菜なんですね、サラダですね。で、これはねチキンギャレって書いてあって、これは何なの、こういうやつなんですね。で、これを下にパスタが入ってますね。レンズが凍りましたね。はい、下にねパスタが入ってますね。ではこれをかけていきましょう。こういう感じですね。これで OK ですね。それではいただきましょう。まずコーラ。で撮ってるね、ちょっと入れちゃうかもしれないですけど、ご冷蔵ください。チキンソースのパスタみたいな感じ、美味しい。チキンのバターソースみたいなパスタ、めっちゃうまいです。これがね、安くなって
ゼリーみたいなの何だったんだろう。これはコーヒーゼリーじゃなくてグレープゼリーですね。あ、おいしい。朝食としてはこんな感じですかね。このパスタめっちゃ美味しいです。逆にこの味はエコノミーとかプレーコーじゃないと多分味わえないと思って、これはいいですね。ということで、またゆっくり出します。ご案内いたします。先ほど広報化粧室の中でタバコを吸われたお客様がいらっしゃいました。化粧室での喫煙は運行の安全に重大な支障をきたすことがあるためおやめください。またこの行為は法律で禁止されており、違反した場合には罰金が課せられることもございます。電子タバコ等の使用もおやめください。ということで、あとね10分ぐらいで、着陸体制に入るところなんですけども、私ね初めての経験なんですけど、タバコを吸われたからいらっしゃると、まあ、お手洗いになるってあるんですよね。今までの車でこういったアンスを確認したことないので、かなりびっくりなんですけど、効率いいからですよね。やめましょう。待ち時間長いですもんね。私は昔タバコ吸ってましたけど、飛行機から吸おうと思って一回もないので、ちょっと驚きでしたけど、次で誰が吸ったかわかんないんですけどね。そこまでして全然ちょっと私は理解できないので、やりましょう。JFK 国際空港に到着しました。やはり取り組み成分と着陸も非常に滑らかでしたね。ギリギリで終わったですね。皆様、ただいまジョン・ F ・ケネディ国際空港に着陸いたしました。時刻は午前10時20分でございます。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用の際が消えるまでシートベルトはそのままお締めください。ウィング様をお分けになる際には手荷物が出てることがございますので十分ご注意ください。ただいまから全ての電子機器をご利用いただけます。お降りの際には携帯電話などのお忘れ物をなさいませんようお座席周りをお確かめください。ニューヨークは現在外の気温21度と涼しい朝を迎えております。皆様のご滞在が素晴らしいものになりますようお祈り申し上げます。今日もアンワールドアライアンスメンバー、日本航空とアメリカン航空、ビーティッシュエアウェイズ、ラダム航空、マレーシア航空との航路フェアリーをご利用くださいましてありがとうございました。ありがとうございました。ということで、無事ね JFK 国際空港に到着いたしました。このターミナルいくつなんだろうな。今回ね JAL で来ておりますんで、いつもねJFK クルーのね ANA で来ておりますんで、いつもターミナルね、違うんですけども、今回はターミナル1か4かどっちかだと思いますね。今回ね羽田から1回デリーに行って、デリーから東京で、東京から今回ね JFK ということで、 JAL ねプレミアムエコノミーでこの区間はね利用させていただきたいわけなんですけども、いや本当にね 17A のプレミアムエコノミーの時めちゃくちゃ良かったですね。はい、なんか非常口座席の前だとねちょっとこうなって足がね伸ばしづらいみたいなのね、そういうの ANA で経験したことがねあるんですけども、 JAL に関してはねそういうのは一切なく、いや非常にね快適なフライトでしたね。 JGC 修行としてはねかなり快適に利用させていただきました。ということで、今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。引き続きね JGC 修行やっていきますので、ぜひね楽しみにしておいていただければなと
思います。獲得できたねフライオンポイント等々はですね、概要欄に、ね、載せておきますのでぜひ参考にしてみてください。あの一つ言っとくとですね、そんなによかあのフライオンポイントの単価がねめちゃくちゃいいとかねめちゃくちゃ安いとかね、まあ、そういったわけではございません。今ね、おそらく、一番安いね国内線の、長距離路線のねあのファーストクラスが乗った方が単価はね抑えられてできると思いますんで、まあ、私はねあの国際線でやりたかったから、まあ、こういった感じでねやらせていただいたっていった形になります。ということで今回の動画はこんな感じで終わります。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。